ベルター公式表記はベルター、ブイートンは、ドイツ連邦共和国ノルトライン・ウェストファーレン州、デトモルト行政管区のギュータースロー郡に属す、町村である。この町は、トイートブルクの森の北斜面にある、ラーベンソベルク丘陵地に位置している。表現主義の芸術家、ペーター・アウグスト・ベックシティーゲルが生まれ育った町である、ことから、ベックシティーゲルシュタットとも呼ばれる。 ベールターはトイトブルクの北斜面に位置する。トイトブルクの森の尾根は、ベーザー・エームス分水海の一部を成している。人口約1万1200人のこの小さな町は、大学都市ビーレフェルトから約10キロメートルの距離にあり、ギュータースローグでは唯一ラーベンスベルク盆地に属す。北と東の市境は同時に群境であり、北の一部はさらに、ニーダーザク選手との宗教でもある。 地域は、高低差が大きく、最低地点は、ローテンハーゲン地区の北側でグレンツグラーベン川が、バルメナウ川に合流するニーダーザクセントの宗教に、当たる地点で、海抜92メートルである。これに対して、海抜316メートルのヘンゲベルクがこの町の、最高地点である。バルメナウ川とシュバルツバッハ川は、本市の市内で流出する。 ベールターの地熱分布図ほぼ完全にトイトブルクの森の尾根の北側に位置するベールターの地域はラーベンスベルク丘陵地に属し、主に中世代の粘土質の泥範囲は石灰岩、砂岩で構成されている。厚さ2キロメートルにも及ぶ堆積物は地質学的な時間の推移とともに隆起し、作り山活動によって暗部、盆地、地類、地溝が形成されていった。 こうした地海山地は、かつては分断されない連続した岩層であったが、現在では拡乱され、一部では反転した地層も見られる。さらに深い地層には、古生代の岩石が存在している。尾根には、白秋前期の砂岩から生じた栄養分に乏しく、酸性で、石の多い土壌がある。北東に位置する中生代ムシエルカルク島に形成されたクッペは、低ー質の 塩基は豊富な粘土ローム質の土壌である。ラーベンスベルク丘陵は氷記の飛散岩粉が覆っており、肥沃な土壌が形成されている。一部では透過性の層への地下水の浸透が妨げられている。こうした水分を含んだ黄土質の土壌は濃厚に利用するために排水処理がなされている。もともとは V 字あるいは盆地型であった谷は、 牧草地としての効率を上げるために19世紀から20世紀に箱型の谷に造成され現在ではところどころに見られるだけとなっている。こうした場所は表層にまで水が満ちた地下水の豊富な土壌が支配的である。ベールターの地域は地熱ゾンデによる地熱源やヒートポンプによる地熱採取については中程度斜面の地域では良好から 極めて良好な状態にある。ベールターの土地利用図。ピンクが市街地、緑が森林、白が工作地、青が水域、黄色が交通路である。本市の面積は35.32平方キロメートルである。地域の多くは農業用地、または森林で合わせて約82%を占める。住宅地及び交通用地は合わせて、 約17%である。南北の最大幅は約 7.8km、東西のそれは約 8.3km である。ベールターは、東は、軍独立士のビーレフェルト、南は、ハレ、西は、ボルクホルツハウゼン、北西は、ニーラーザクセン州のメレ、北は、シュペンゲート境を接する。ベールターは、ベールターのほかヘーガー、イジングドルフ、ローテンハーゲン、 ローティングドルフ、シュレッティングハウゼン、テインハウゼンの各地区からなる。ベルター、ヘーガー、テインハウゼンはそれぞれまとまった地区を形成している。ただし、本市の基本条例では、地区や市区を定義してはいない。ローテンハウゲン、ローティングドルフ、テインハウゼンの間にランゲンハイデがある。この名称はこれら地区の総称ではなく、独立した地名である。この名称は、まず、 ランゲンハイで基礎家庭学校やその向かいにある公民館の名称として用いられている。ここには村落や入植地は存在しないが、スポーツクラブの名称やランゲンハイで消防隊などの名称として知られている。ベールターは中央ヨーロッパの温帯気候に属す。この町は亜大西洋製海洋気候に位置している。冬は大西洋の影響でおおむね温暖であり、夏は かなり暑い。年間平均気温は約9摂氏十10度である。アダイ西洋性気候に位置することから年間を通して、湿潤で比較的均一な降水がある。ベールター速攻所における年間降水量の長期平均値は931ミ、mm、リメートルである。これはトイトブルクの森を上昇する雨雲による降水のため、ドイツ全土の平均よりもかなり大きな値であり。 トイトブルクの森の南側でベールターと接する地域と比べてもかなり多い。ベールターは1009年以前のフレッケンホルストの土地台帳に初めて記載されている。ここにはボド・フォン・ウォーターという記述があり、当時すでに荘園があったことがわかる。ロマネスク様式の教会棟とゴシック様式の長堂を有するベールターの聖アーコップ教会は12世紀に 提訴がなされた。ベールター司祭区は、ドルンベルク司祭区と共に、ラーベンスベルク博領アムトシュパレンベルクのベールター、大韓の管轄下にあった。14世紀に、この大韓区の中心に初めて、ハウスベルターが記述された。当時、ラーベンスベルク博区によって、ハインリヒ・ホンカペルに霊園が与えられた。1380年に、荘園、ハウスズ・ウェングリング・トープが、 1386年には、オーバーベキング・ウィースが受封された。1508年まで、カペル家とドロステイコールエル家がこの所領の権利を有していた。その後は1804年まで、ハッツフェルト家がその権利を所有した。両省園は拡大し、1526年に、レックタ・ハウス・ベルターと称するようになった。ベルター館は、ベルター領の中核部を形成した。 ベールター漁師会の施行と不疫が義務付けられていた。周辺のいくつかの付属農場もこれに属した。この町の古い農園は、おそらく、ビーレフェルトからオスナブディックに至る、古い公益路沿いに設けられていた。ベールターには、1488年に晴れを呼び、ボルクホルツハウゼンと共に、都市圏が授けられたが、周辺村落を含めさほど重要な地域ではなかった。 1556年の人口は、ベールターに44人、ローテンハーゲン及びヘーガーに47人、イジングドルフに22人、シュレッティングハウゼン29人、ローティングドルフに13人、テーンハウゼン22人であった。ハッツフェルト家は16世紀末にベールター間を離れた。この地域は古作人たちによって運営された。1654年に大戦抵抗がこの町の、 と試験を確認した。これによりベールターは公益権を得た。それは重要性の低い地域におけるものではあったが、それでもベールターの発展にとっては転換点となった。密集した住宅群が形成され、純粋な農業地域から脱却したのである。現在でもベールターのうち市外にはこの転換を証明する家屋が残っている。1719年のプロイセン王。 フリードリヒビルヘルム一世によるベールターへの都市圏需要はベールター市の発展史におけるメルクマールであった。実際に重要であったのは都市圏需要に伴う行政機構上の変化ではなく農業地区においてであった。ベールター市の公益障壁がなくなったため商人たちは自由意志でベールターに進出することができるようになったのである。1787年のベールター周辺の 農村人口は5,568人、ベールター市自体の人口は1,103人であった。この頃約100人の商人や手工業者が住んでいた。19世紀初めには、この町の経済活動は公益ではなく、タバコ製造やリンネル織などの手工業が担うようになっていた。1901年のビーレフェルトへの軽便鉄道建設は産業活動に新たな活力をもたらした。 この狂気鉄道は、1954年2月に、ドルンベルク、シルデシェを経由して、ビーレフェルダー・クライスバーンホーフまで開通した。これ以後、様々な工業分野がベルターに足場を置いた。これにより、ベルターにおいては、農業はもはやその重要性を喪失した。これに対して、周辺の農村部は、ヘイガーのわずかな例外を除けば、工業に乏しく、 農業と強く結びついていた。第二次世界大戦後に押し寄せた難民や追放された人々によって1949年のベールターの人口は4391人に達した。ベールター市とその周辺農村の人口は急速に増加した。経済、住宅建設、その他の大規模な都市施設が大きく発展をもたらした。ベールター市は2009年に 成立千年を祝った。ノルトベストファー練習の市長存在編に伴い、1973年1月1日に、ベールター市と、旧アムトベールターに属す、町村が合併し、新たに、ベールター市が成立した。旧、アムトは廃止された。1982年の地域変更で、ビーレフェルト市の約20ヘクタールの土地が、ベールター市に移管された。 この土地は1971年にビーレフェルト市に編入されていた土地であった。これにより、地域面積は35.28平方キロメートルとなった。2006年4月、ベールター市には6952人の福音主義信者、1424人のローマカトリック信者がいた。3347人がその他の宗教の信者、 または無宗教者であった。ベールターの各時点の地域における人口と現在の地域にあたる地域の人口右のグラフは各時点におけるベールター足の地域及び現在の地域にあたる地域の人口推移を示している。1970年まで及び1987年の数値は人口調査結果であり、1975年からの 数値は、ノルトラインベストファー練習データ管理、統計局の公的な研究報告値である。1975年から1985年までは、推測値。1990年以降は1987年の人口調査結果に基づく、推定値である。市議会は36議席からなり、これに議長として市長が加わる。ベールター市の市長は、 1999年の選挙以降、マリオン・バイケが務めている。彼女は2004年9月26日の選挙で67.9%、2009年8月30日の選挙で61.6%、2014年5月25日の選挙で63.2%の票を獲得してそれぞれ再選されている。ベールター氏は衆議会議員選挙では、ギュータースローアイ。 ビーレフェルトスリークに属す。また、連邦議会議員選挙では、ギュータースロー軍内では唯一ビーレフェルト選挙区に属している。ベールター氏の旗ベールター氏は、1973年11月12日に、デトモルト行政官区長官によって紋章、上り、旗の使用を許可された。紋章の図柄、紋章は上下左右に四分割。向かって、左上と右下が赤字。 右上と左下が銀字である。向かって左上には三つの銀色の三角形が上に二つ、下に一つの配置で描かれている。向かって右上と左下は三本の赤い逆 V 字図形である。向かって右下には十字に組み合わされた二本の銀の戦ンが描かれている。解説、白字に赤い三本の逆 V 字図形はラーベンスベルク伯陵の紋章であり。 この町の市域がかつてこの白領に属していたことを示している。旗、長辺と平行に、1、3、1の幅で赤から白から赤に塗り分けられ、旗座をより中央に死の紋章が描かれている。上り、長辺と平行に、1、3、1の幅で赤から白から赤に塗り分けられ、上部中央に死の紋章が描かれている。さらにベールターの印象は、 死の紋章の周囲に、スタッド・ベルターと記されたものである。ベルター氏は、姉妹都市を有していない。ベルターには、劇場がない、不定期な演劇上演には、ペーター・アウグスト・ベック・シュティーゲル総合学校の、行動や福音主義協会のゲマインデハウスが、利用されている。ベックハウス・アルローデ地区のペーター・アウグスト・ベックハウスは、表現主義の芸術家、ペーター・アウグスト・ベック・シュティーゲルの成果であり、 住まいである。保護文化財に指定されている。この芸術家の家は、ベックシュティーゲルの生涯と作品に関する神聖な、感銘を与えている。この建物は2008年に設立された、ベーター・アウグスト・ベックシュティーゲル教会の本部である。この教会はこの建物と作品を維持し、一般公開することを目的としている。 ペーパー・アウグスト・ベック・シュティーゲルに対する興味の高まりとその作品を適切に展示するために、この芸術家の家の近くに2016年に200万ユーロを費やして美術館新館が建設されている。約620平方メートルのスペースに展示室と美術館教育室、行動、カフェ、管理室などがある。旧農業機械販売会社の敷地に、 1850年から1950年までに製造されたトラクター、農業機械、農業器具を展示するトレッカーベテラー年博物館がある。この博物館は1989年にトレッカーイコールベテランイコールクラブによって設立された。すべての展示物は私物である。年に2回トラクターの運転が行われる。特筆すべきは リーダーターフェル男性合唱団である。この合唱団は毎年5月1日にベールターの私立公園で毎人間のコンサートを行っている。ベールター間福音主義の教区協会である聖夜交尾協会は14世紀に建設されたック様式のタウンドー式協会をその中核部に持つ。1743年に改築され、1876、 77年に東側に向かって増築された。ロマネスク様式の斎藤は、ゴシック様式の上階をいただいている。町の中心部には、例えば1650年建造のラーベンスベルガー、り四41番地を、はじめ、17世紀から18世紀に建設された木組建築が数棟残されている。ベンガウス広場に面して1621年建造のバルバウムシェーハウスがある。 ベールター館は1295年に最初の記録が残されている古いマナーハウスである。1385年からラーベンスベルク博の1526年にハッツフェルト博の霊園となった。ヘッセン発祥のハッツフェルト博は1803年までこの荘園を漁したが、ここに住むことはなく、統治しただけであった。1840年にこの館は、 ハレ軍の軍長の所有となった。1843年から1855年までは軍役場として利用された。この建物は1887、88年にバインベルク社に売却され、1938年までタバコ工場として創業していた。ユダヤ人であったバインベルク家の財産は1938年にアーリア化され、ヘルホルダータバコ工場のものとなった。 戦後返還された後、1951年に、バインベルク家はこの館を別のタバコ工場を主に売却した。1966年までこの館でタバコの製造が行われ、1980年代末までタバコ販売会社の本社であった。1994年以降この館は市民交流館及び図書館として利用されている。 保護文化財に指定されている旧軽便鉄道のタールブリュッケはタールブリュッケンベーク沿いにある。ベールターは広さ約1.5ヘクタールの公共の公園を有している。この公園はかつてはベールター間の小園庭園であった。さらに地域はテッタ・ビータ自然公園の一部となっている。ベールター間の公園には保護する価値があると格付けられている並木道がある。 ベールターには、これ以外に特筆すべき、自然文化財はなく、自然保護地区に指定された地域もない。ベールターのパンやボッセルとは、カステンピッケルットで、市外でもよく知られている。ベールターは、キャラメルボンボン、ベルタースオリジナルの名前の由来となった。菓子職人、グスタフ・ネーベルが1909年に、当時のベールターシェンツッカーファブリークでこの有名な、ボンボンを、発明した。 現在メーカーの本社はベルリンにある道路ノルトラインベストファーレンの修道 L782 号線と L785 号線がベールターで交差する。これらの道路を経由して連邦道 B68 号線及び北西の方角ではアウトバーン A33 号線にアクセスできる。鉄道及びバスバスステーションもよりの駅は ビーレフェルト中央駅及びハラービレム線のハレ駅である。バスステーションには20分間隔でビーレフェルト行きの地方バスが発着する。この他にハレ、ボルクホルツハウゼン、シュペンへ行きのバス路線もある。1時間ごとにベールターからハレへ向かうバスはハレの駅でオスナブリュック行きの列車に接続する。ベールターはレアゼクサー連合運賃の適用エリアに属す。 オスナブリュック方面に向かうハラービレムには、オスナブリュック交通会社の越境料金が適用される。この料金は、バス交通では、晴れしないだけで、ベールターのバスステーションには及ばない。遊歩道市の南部、トイトブルクの森の大根に、ヘルマンスベークが通っている。この遊歩道は、ライネとリッピシャー・フェルマーストートと,とを結んでいる。航空もよりの大都市ビーレフェルトには、 交通用の空港はない。このため、ビーレフェルトと同じ規模の大都市まで時間をかけていく必要がある。自動車で1時間から1時間半ほどの距離に4つの地方空港があり、これらから直接乗り入れることができる地域はかなり豊富である。ミュンスター、オスナブルック空港までは約 59km、パーダーボルン、リップシュタット空港へは 72km の距離である。 また、ドルトムント空港が約1 0 0トルハノーファー空港は約1 1 7トルの距離にある。印刷媒体日刊誌としては、ハラー・クライス・ブラッドとビーレフェルトのベスト・ファーレン・ブラッドの地方版が月曜日から土曜日まで毎日観光されている。ベスト・ファーレン・ブラッドは地方面以外の一般面をビーレフェルトの中央、編集局で作成しているが、 ハラー・クライス・ブラッドは一般面に関してはビーレフェルトの新聞の家ベストフェリシェと業務提携している。両紙は地方面にベルターを含む旧ハレ軍の記事を掲載している。また日曜日にはベスト・ファーレン・ブラッドの姉妹紙で無料のアウル・アム・ゾンタークが刊行される。ハラー・クライス・ブラッドが刊行する月間でやはり無料のタウン紙ベル・ター・アクトゥエルもある。 タウン市、ベールターアレイベンはパノラマ出版、広告社によって、各月で刊行されている。これは、ベスト・ファーレン・ブラッドの姉妹市である。ラジオ及びテレビベールターは、西部ドイツ放送、ビーレフェルト地方スタジオの放送サービスエリアに属している。またベールターは、ローカルラジオ局として、地域の報道を発信するラジオギュータースローの放送地域にも属している。ベルター市は、 市民のための施設を運用している。市役所内に行政機関の他に警察署も入っているが、これは一時的に入居しているに過ぎない。ベールター館には私立図書館と1994年からは市民交流館が入居している。この他に平川地区に公民館、ベールター地区に青少年の家、ファンタスティックがある。 ベールター消防団には三つの消防隊があり、一つはベールター、一つはヘーガー、一つはランゲンハイデに配備されている。ベールター消防団は1875年に結成されたギュータースロー軍で最も古い消防団である。ベールターには屋外プールもある。本市には三種類の学校形態各一校の参考がある。二つのキャンパスを持つ 基礎家庭学校連合は2011年現在約429人の児童、生徒と25人の教員がいる。ベールター福音主義義務ナジウムは生徒数約717人、教員数52人である。ペーター・アウグスト・ベック・シティーゲル総合学校はボルク・ホルツハウゼンとベールターにキャンパスを有しており、総合学校のベールター部分の生徒数や教員数を算定することはできない。 この他の形態の学校については、近隣市町村の施設を利用する必要がある。この文献は、翻訳元である、ドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり、日本語版作成に際し直接参照してはおりません。ピッケルトは、ベストファーレンの郷土料理で、ジャガイモで作られるパンケーキの一種。カステンピッケルトは食パンのような箱型に作られたピッケルトで、 ビーレフェルトや牛タースロー周辺で食される。ありがとうございます。